こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。先生方にとって学期末の大仕事といえば子どもたちの所見作成ですよね。所見作成は早くから始めておこうとは思っていても、日々のお仕事に追われてなかなか手がつけられないということもありますよね。所見作成について早くから準備するといっても、具体的に何をしたらいいんだろう。今大変な思いをしている分、次の学期こそ早めに準備を始めたいとお考えの先生も多いと思います。そこで今回は学期末に苦労しないための所見術4選をお届けします。最後には今すぐ使える Excel の時短技もご紹介します。最後まで見て、ぜひ学期末での所見作成にお役立てください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。所見を書く際に手書きでは時間がかかってしまいますよね。文字数のカウントもできる Excel のテンプレートを概要欄からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。学期末に苦労しないための所見術。一つ目は、1ヶ月前から少しずつ書いておくです。所見を提出する期限の1ヶ月ぐらい前から、1日何人書けば確実に終わるかを逆算して書き出しておきます。ポイントは、書く内容ができた子どもたちから書いて埋めていくことです。何を書くか迷う場合は、学校生活の中で観察しておきましょう。この方法であれば、1日に1人か2人書けば確実に終わり、スムーズに進めることができます。投稿者の先生にお寄せいただいた学期末に苦労しないための所見術。二つ目は、学級通信をこまめに発行するです。子供たちの学校での様子を保護者の方に伝えるための学級通信を週に1回発行していると、学期末にはかなりの量になります。子供たちの活躍が文章と写真で記録に残っているので、何を書こうか悩んだ時には書く内容がある状態になっているそうです。またどうしても他の仕事で忙しいという先生方に向けて、学級通信をこまめに発行するためのコツをこちらの動画でもご紹介しておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。学期末に苦労しないための所見術。3つ目は、子どもたちの活動を写真に撮影しておくです。こちらの動画でもご紹介しましたが、こまめに学級通信を作るためには日々の活動を記録しておくことが重要です。いつでもカメラを持ち歩き、授業で子どもたちが活動している様子を写真で撮るという方法があるそうです。所見を書く際にこれらの写真を見れば、ああそういえばこの時こんなことしてたなぁと思い出すきっかけになります。また写真の様子から所見を書けば、生き生きとした子どもたちの様子を伝えることができますね。学期末に苦労しないための所見術。4つ目は、子どもたちの成果物を保管して貯めておくです。所見では授業でどんな様子だったか分かるように書く必要がありますよね。そんな時、子どもたちが授業で書いたノートやワークシートなどは所見を書く時の大きな手がかりになります。子どもたちが作ったものには、授業でどう考えた、どう悩んだか、何を発見したかがまとめられています。所見を書く時にたくさんの手がかりがあるということまで見越して、子どもたちの成果物をきちんと保管しておきましょう。最後に、 Excel で所見を作成している時のちょっとした時短技をご紹介します。出来上がった所見を管理職の先生方に見てもらった時、表記を統一しましょうといったアドバイスを受けることがありますね。修正しようと一つ一つ統一されていない表記を探して書き直していると、とても時間がかかります。そんな時に使ってほしいのが、時間のショートカットキーです。 Windows の Word や Excel の場合、 Ctrl H で時間画面が出てきます。検索する文字列に今までの言葉を、置換後の文字列に統一したい文字を入れて、すべて置換をクリックします。Mac の場合は、コマンド、シフト、H で置換画面が出てきます。検索ダイアログが表示されたら、検索する文字列と置換文字列の欄に入力し、すべて置き換え、もしくは置き換えをクリックしましょう。これで簡単に表記の統一をすることができますね。今回は、学期末に苦労しないための所見術4選をご紹介しました。ぜひ今回、そして次の学期からの業務効率化にお役立てください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。